クロスビーエースということで、今回はですね、なんか一回リアタイがなんか期間終わってもう一回なんかさらんだって霊障霊派みたいなで一からやってて、そしたらなんか達人の人とかめっちゃ出てきて絶対語らへんくて、おいこれどうしたんやみたいな。でもちょっとずつバッティングが良くなってきてるような気がしてて、今日はその良さを披露できるかどうかっていうところでリアタイをちょっとやっていきたいと思いますけども、全然なんか多分最初のリアタイは途中から入ってるから多分もう上の人たちと当たらなかったんだけど、今回多分まっさらになったからいろんな人と多分もう一回ゴールドの位置からにスタートになって、でやっていったら達人とか強い人めっちゃ当たってて、全然勝たれへんくてボロ負けばっかりして、まあボロ負けはしないんだけどもう連敗街道みたいな。でもそこからなんとか勝っていって、やっとプラチナランク2位まで頑張ってきて、今回やってみたいと思います。ちなみには防御率って何ですか？1.22 防御率 1.22 の打率1割6分5厘、全然もう打たれまくってる、本当に打たれまくってるし、抑えまでもちょっとずつ良くなってきてるような気がするから、バッティングはね。でやっていきましょう。相手松井裕樹、なかなかあれ打てへんねん。ほら、ピッチャーめっちゃ曲がるし、そう、このなんかでっかいのちっかいのコンビネーションやろ。で、まっすぐね、あ、全球投げてくるやん。早くでっかいの投げてきてくれよ。あ、ちっちゃいの、わー、ファール、ファールかよ。これ今対応できなかった、ボールでよかった。わあ、で、ほんと難しいな。 A やのにな、坂本頼むよ。いやもうまっすぐほっとこう今回は。うわ、まっすぐ連投読まれてる。これはきついな。バッティング良くなかったと思ったら絶対打たれへんし。よし、でもうちのエース今山本由伸、これめっちゃ動くね、ツーシームのコンビネーションね。で、ま、見せかけてスライダー、これいい振った、ファールか。からの D カーブをこっから入れて三振狙う、いつもある。じゃあ同じカーブでスローカーブ、おい、完璧。カーブの緩急、胸元ストレートで、おい、詰まらせて、じゃあ今度は通信、おっ、ここら辺からのカットボール、ほら見るね。そうそうそう、インコースだけじゃないよっていうね。ボール振れ、おお、めっちゃストライクやろ今。そう、何かあった時の通信、いいね。そう、初めて投げたスプリットなの、スプリット連投、そうそうそう、まっすぐだけじゃないよっていうね。俺は続け球が好きだよ、続けちゃうよ、そう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 。で最後はインハイズバット三振、お、打たれた酔いすぎた打たれてる。もう今絶好調のビシエド、現実ではボールが入ってるやん、今日審判カレーな。はい、オッケー、あとは打つのみ、打つのみ。でも秘策考えた、小さいカーブ狙い、もう投げてきてるから小さいカーブ狙っていこう、大きいのは無理や、そう、大きいのはほっとこう、小さいカーブ狙い、
そうか、まあ、小さいカーブ1点狙いや。ヘイス、ホームラン、小さいカーブ1点狙い、読み勝ち。オッケー、マッソーマッスル吉田。あ、詰まっちゃった、詰まっちゃった、張り切ってるって詰まっちゃった。ああ、いいハイストレート作戦が詰まる。これボールなのか。よし、まだ小さいカーブ作戦や。それ来たら打つ。投げてけえの、小さいカーブをまだ叩き込んでやる。ああ、でっかいの振っちゃった、でっかいの振っちゃった。そこ振っちゃダメなんだよね。ボール球振らしていこうよ。しっかり抑えていきたいですよね。まあそうですね。この1点を最後まで守れるかじゃないですか、ね。そう、いいよ。こっからの D カーブが効く。そう、効いちゃうんだ。こっからのやつが効いちゃうんだよね。里崎の研究によると。低めの通信、ボール球で、これ、おい、オッケー。ほら、もう読み通り。勝っちゃうね、これ。イエーイ、ホームラン一発。なんかバッティングの良さ見せようと思ったけど、連打したかったけど、まあまあちょっとなかなか打てない、俺の腕じゃ松井駅なかなか。でもカーブ狙ってホームラン、また一歩上げていって達人とかになりたいですね。達人とかいいね。まただいぶね上手くなってきてるんですけど、その上手さの良さがまだ多分見せれてないと思うんでね、またちょっと修行してしっかり公開試合で打てるようにね、していきたいなと思うのと、で今日はまたプレゼントがいっぱい溜まって、ゴールド契約書を8枚いけばハッピーになれるのかっていう、今までだから3分の1 S 出てるんで、それでだから3割3分3厘だね、ハッピーになれる確率が。でも高くない ?1,2,3,4,5,6,78、よし、行こう。8枚。レッツゴー!ハッピーになろうよ。あんまりノー演出っぽいな。お、どうなんこれ。お、どうなん?来い、カットイン。ノーカットイン。割れ!ああ、割らない。お、ええ。おお、中村拓也いいね。お、山田 A2 枚 A2 枚、まあ、プチハッピーだね、プチハッピーね、ノーハッピーじゃなかった、プチハッピー、ビッグハッピーじゃなかったけど、でも2個も入れてたらいいじゃんね。しかも中村拓也はこれで、あれできるね。じゃあ次はあれにしよう。ね、ドリームキャラバン九州達成してもらった契約書、何が出るか。これ絶対当たる、あ、絶対当たるのは見てていいね。なんかこうビッグネーム欲しいよね、ビッグネーム。さあ誰なんだい。いきなり島内。あ、そうか、いきなりっていきなりだね、1枚だもんね。そりゃそうだね、1枚、契約書1枚だもんね。そういきなりって、それ1人だよね。ビビッといきなり来たと思ったら終わったわ、それ1枚だもん。ゴールド契約書8枚の癖があって、順番に行くのかと思ったら、そりゃそう、1枚しかしてないから。じゃあまあもうちょっと練習して打撃向上していきましょうか。ありがとうございました。